ビギンビギンは、いすズ自動車が、かつて製造していた、ウォークスルーバンである。エルフ UT の光景、そして、トヨタクイックデリバリーに対抗するために開発された。当初クイックデリバリーが、ヤマト運輸1000倍であったのに対し、ビギンは、日本通運や佐川急便、福山通運など小口輸送を取り扱う。 ライバル会社や日本優政校社を中心に販売されたが、後にクイックデリバリーの一般向け販売が開始されたことで売れ行きが悪化。また、イスズ自動車の経営不振もあり、わずか2年で製造中止となった。また、OEM として他社へ供給されることもなかった。同社のピックアップトラックロデオのシャーシをベースに開発されたことから、リアタイヤは、 シングルタイヤで、積載量は、ライバル車よりも少ない 1150kg とされた。都市内の短距離配送を想定された車両である。ことから、燃料タンクも53リットルと乗用車並みの小ささであった。エンジンは、エルフ用の 4JG2 型無可 Q ディーゼルエンジン。トランスミッションは5速 MT と、モデルライフ途中で追加された4速 AT で、シフトレバーは、 インパネ配置である。ありがとうございます。